久保さん今回、奇跡、奇跡にしましょうか、奇跡。まあ、僕、いろんなお客さんと今まで遭遇してきたんですけど、その出会い、出会いってそもそも、まあ世界で見ると70億分のなんちゃらじゃないですか。日本だと1億何千分ですよね。みたいな確率論で言うと、まあ、そういうふうに出せると思うんですよ。出会いの、出会いって。じゃあ、死にしても、まあ、広島200万人ぐらいいるんですか、100万人かな。100万人のなんとかね。 結構まあ奇跡的な数字だと思うんですよ出会いってで僕はあの数をやってきたことによってその奇跡のうーん度合いが人より多いんじゃないかなと思いますねうんお客さんとつながるその確率は数が多いのでまあちょっと多いんじゃないかなと思いますねだからこれはバッターボックスにねあの立つ回数が多ければ多いほどあのヒットとかホームランを打つ確率は上がってくるんですよ どうですかねバッターボックスに一度しか立ちませんと。バッターボックスに一度しか立ちません。それでヒットかホームラン打ってくださいっていうその確率出すのか、まあな、何回やってもいいよと。1万回でも10万回でも20万回でもバッターボックス立ってもいいよっていうことだったら、こう打てる確率どんどん上がりません打てる確率というか、打てる本数ですかね。まあ、その1打席だったら、打てる本数っていうのは、百発百中でやったとしても1本しかホームランとかヒット打てないんですよ。だけど、 じゃあ10万打席とかね20万打席だったの場合数増えるじゃないですかそうホームランとかヒットの数間違いなくうん。って僕は思ってますねいってらっしゃい。